名所史跡巡り鳥取編です。決して鳥取に見るべきところがないからたった4カ所なわけではありません。決して鳥取城といえば有名なのは羽柴秀吉による第二次鳥取城攻めです。通称鳥取城の勝ち得殺しと言われる凄惨な兵糧攻めでした。鳥取城は山梨の居城でしたが、毛利と織田のどちらにつくかで城主山名豊国と家臣で意見が割れていました。織田に内通した豊国は家臣によって追放され織田の侵攻を招きます。この時毛利方から派遣されたのが武門の誉れ高い名門吉川家の常家でした。秀吉は若狭の商人を密かに稲葉に送り込み高値で米を買い占めさせました。あまりの高値に鳥取城の備蓄米も売りに出されたほどでした。そして電光石火で稲葉に侵攻、付近の住民を城に追いやりつつ包囲しました。城には20日分の兵糧しかなかったため瞬く間につき4ヶ月後には餓死者が出る状況となりました。その様子はガキのごとく痩せ衰えたる男女柵際へよりもだえ焦がれ引き出し助けたまえと叫び共感の悲しみ哀れなる有様目も当てられずだったそうです。餓死者の人肉を食べたとも伝わっています。常家は重鎮と切腹降伏する代わりに城兵と民衆の除名を申し出ます。秀吉は常家の奮戦をたたえ重鎮のみの切腹でよいと伝えました。しかし常家はそれを拒否し切腹の意思を変えず、困惑した秀吉は信長に確認し許可を得ました。常家の首を見た秀吉は哀れなる義士かなと言って男泣きし、首は信長の元へ送られ丁重に葬られました。常家の遺言状が残っており今にその人となりを伝えています。鳥取城は戦国時代を通じて争奪戦が行われたくさん城主が変わっていますが、その最大の特徴は戦国時代と江戸時代の両方で使用された城であるということです。通常戦国時代の山城は経済的拠点に不向きで江戸時代になると使われなくなり一国一城令で廃城となります。しかし鳥取城はたまたま経済的拠点に向いた場所にあったため、最後の城主池田氏はここを本拠地とし金星城郭を整備しました。このような山麓の立派な石垣はその時作られたものであり、江戸時代は二の丸が中心であり山は使われていませんでした。それでは山頂部へ登ってみましょう。ここは一応鳥取市街なのですが熊が出るそうです。鳥取城は山中幸盛や吉川元春によって何度も落とされており弱い城だろうと舐めていました。しかし実際に登ると驚きの事実が判明します。このように岩が露出しており非常に滑りやすく危険な上に天然の石垣となっています。そうここはほぼ岩山なのです。そのため石切り場があり石垣を作るのに困りませんでした。いよいよ山頂部です。ここまで登るのは結構大変でした。舐めててすいませんでした。戦国時代しか使われていなかったので石垣は古い時代の石垣が残っています。本丸は平らになっていますが久松山の山頂部を切り開いて構築したようです。山麓からの飛行は約 200m で遠くを眺望することができます。
米子城は出雲と伯耆の国境にあり、山梨と京極氏の抗争に始まり、尼子氏と毛利氏の抗争の舞台に変わり、毛利の重鎮吉川広家が城主となりました。江戸時代になると関ヶ原で東軍についた中村和氏の子が伯耆 17.5 万石で入城し、初代米子藩主となりました。しかし米子藩はお家騒動で揉めた上、初代藩主は子供がいないまま急死したため、お家断絶の上改易となりました。最終的には米子藩は消滅し、鳥取藩の池田光政の所領となりました。そのため米子城は有名ではありません。しかし飛行こそ80メートルと低いですが、その分石垣が整備され強固な造りとなっています。しかも防衛・経済的拠点の両方に優れた場所にありました。このように戦国時代に山城となった飯野山と、江戸時代に整備された港山の2つの山城からなり、東から攻めるには飯野山を攻略しないといけませんでした。すぐ南に流れる巨大な鴨川は天然の堀となり、北側にも川がありました。そして西は海に面し水軍基地となっており、狭い境港を通らないとたどり着くことができません。平野部にあるため大きな城下町を作ることができ、水運の要衝境港も近く、経済的拠点にも向いていました。したがって鳥取藩の藩長を鳥取城から米子城に移すことが計画されていたほどでした。移動していたら面白そうな神社があったので寄ってみました。稲葉の白うさぎを祀る白兎神社です。皮膚病に霊験のある神様ですが、大国主の御事とや神姫との婚姻を取り持ったことから、日本最古のラブストーリーの発祥地として恋人の聖地を売りにしています。稲葉の白うさぎが身を乾かしたと伝えられる山に鎮座し、境内には白うさぎが体を洗ったとされる御御洗池があります。この池は豪雨でも増水しないことから不増不減の池とも呼ばれています。カニの直売で有名な市場に行きました。この目立つ大きな境水道大橋の下にあります。このカニが安いのか高いのかは分かりません。ただ需要と供給によって値段はかなり変動するようです。また明らかに安いのは身が入っていない美味しくないカニだそうです。そういうのをちゃんと安く売ってるのは信用できるなと思いました。市場の中にあるお店で海鮮丼を食べました。鳥取といえば皆生温泉、しかし満員で宿が取れず三朝温泉になりました。世界屈指の放射能泉であり、高濃度のラドン含有量を誇り、三度朝を迎えると元気になるとされていることが名前の由来となっています。それゆえに無色透明で温泉感はありません。その代わりご飯は豪華なカニ料理となっています。ここまでとなります。ご清聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。